それではここで皆さんからのメールをお読みしましょう。今日は、よいしょ。あ、よかった。トゥーパンプさんからメールですね。ペヤングニュースらしいです。ペヤング青のりパンチ焼きそばが絶賛発売中です。見た目は青のりが多めのペヤング焼きそばですが、青のりパンチというネーミングの意味が食べてみればわかります。なんとポテトチップスの青のりパンチの味がするんです。へー、食べたーい。ということはハイボールが進む気になって止まらなくなりますね。青のりが歯についてもマスクをしていればわかりませんから安心ですね。今だけの特権だね。あーちゃん、リスナーの皆さん、今日もうまいランチをしっかり食べて一緒に頑張りましょう。ということで、ペヤング焼きそば青のりパンチ、すごいパッケージが本当青のりの緑ですよ。でパンチですから、ボクシングの、あ、出てこない、ごめんなさい、あの打つやつです、あの赤い、何でしたっけ、あ、グローブじゃなくて、まあそんな感じのですね、はい、が乗っております。いやー、美味しそう。私ポテトチップスも大好きですし、なんせ青のりを歯につかない自信があるんですよ。結構特技かもしれません。いくらなんかこう青のりとか焼きそばとか食べても全く歯につかないんですよね。まあそんなことはいいとして、ぜひ皆さんペヤング青のりパンチ焼きそば食べてください。ツパンプさん、今日も美味しいメールありがとうございました。